こんにちは長寺の聖鉄です、えー、こうして皆様に、えー、お話をするように、まあ、心がけて、まあ、令和になったということでね新しい御用、えー、に、まあ、ちょっと心私自身も考え方を変えてお話をし,しようということでこういうことをしているわけなんですけども。 実はこのお話皆様にお話しするっていうのはですね、えー、大学時代私高野山大学、えー、の卒業なんですけどもその大学時代に、えー、お昼の休み時間だったかな、えー、みんなあの学生を集めて法話をするっていうのを実はしてたんですよ。 大きな教室に5六6 0人集まって、えー、そこにですねあの当時の学長先生だった中川善京さんっていう学長さんだったんですけど毎回聞きに来てねそこで法話をしたんですよ私ももう何回もしたんですけども、えー、その時そ,のそういう機会を設けてみんなの前で法話をしようと言って 私先輩に誘われたんですよ誘われて、まあ、あのいろんな人に声をかけて私もそのうちの一人だったわけですけどで一,緒に、まあ、一緒に法話をするっていうことで同級生もいれば先輩もいればね中には先生方もいたんですけども一緒に法話をするっていうことでしたわけです。でその時に誘って いいいただいただ先輩っていうのが実は私あの東京の、えー、明治大学、えー、に行ってたことがあってそこからですね高野山に、えー、それ明治大学を途中で中退してね高野山大学の1年生で入ったんですけど実はその誘ってくれた先輩っていうのが明治大学を卒業して。 回回生生編編入入っって言って言ででした方なんですよ私が1年生で入った時その先輩が3年生で入ってで同じ明治出身明治大学出身ということで、えー、一緒にね勉強したり本当にサンスクリットのノートなんかね貸していただいて今でもそのおかげで卒業できたなと思いますあのサンスクリットノートね。 えー、一緒に勉強したり、まあ、一緒に遊んだりもしたんですけどもその方が結局サンスクリットの学者になって大学に残って、えー、今の高野山大学の学長です学長になったで,その、えー、ですから一緒に法話をしようと言ってしてたのがもう40年くらい前ですか。 まあ、私が自慢話してもねその時のどうだこうだと言っても40年前の話ですから、えー、ご迷惑かかるといけないんであ,のあんまり言いませんけども、まあ、そのね先輩に誘っていただいてあの法案をしたっていうのが、まあ、こういうことをやってるねやっぱりあの時のこ経験っていうかねその時はだからこういうカメラじゃなくてね まあ多い時で5 6もっといたかな100人くらいみんなだから専門家ですよあの仏教のね専門家のそれ、まあ、先生方も聞きに来たし学長も聞きに来ることもあったんですけどそういう人の前で話をすると、まあ、そういう経験があったからこういうこともできるんだなと今にしてねふと思うんですよ。でまあ その先輩、今も学長になったんですけどね、まあ、感謝感謝してるというか不思議な巡り合わせというかあの時やってたようなことをまたやってますよということですね。